ガクトのフラチナ男たち、テレフラタイム。悩めるリスナーとフラチナ電話相談どうです。今夜のリスナー、熊本県のかなみちゃん、高校4年生。うん、まずはメール読んでみましょう。はい、熊本県かなみちゃん、19歳、高校4年生。ガクトさん助けてください。この3年間クラスのヤンキーたちの勘違いに悩まされています。私は定時制の高校に通っているのですが、クラスの男子は全員ヤンキーです。私としてはごく普通に仲良くしているだけなのですが、なぜか好きだと勘違いされるのです。これまで7人のヤンキーに、俺はお前のこと何とも思ってないばい、と覚えのないごめんなさいをされました。私はヤンキーなんて全くタイプじゃありません。ヤンキーってどこまでナルシストなんですか。真剣に悩んでいます。もり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 、かなみちゃん大変だね。はい、かなみちゃんの定時制の学校ってのはどんな感じ。まあ、夜から授業が始まって、うん、こう年齢がもう幅広くて、うん、もう20代前半の人とか、うん、まあ、普通に中学校から通ってる進学してきている人とか、うん、たくさん、もう熊本にいる人じゃなくて、うん、こう鹿児島から来たりとか。なるほどね。はい、じゃあそこのクラスの男子は全員ヤンキーなんだね。はい。どんな感じ、ヤンキーは。もう金髪で。ありがちな感じだ。はい。反り込み入って、はい、後ろ髪長い、はい、リーゼントもいれば、はい、横ガーッ刈ってるやつもいるみたいな、はい、前髪バー長いやつもいるみたいなで眉毛みんな鬼ぞりだ、はい、細いわけだ、はい、マロもいるわけだ久しぶりだよね、あのマロ眉ってやつ、ね、はい、あんま最近見ないけどね。かなみちゃんの学校で女の子ってどれぐらいいるわけ。女の子はすごい少なくて、うん、かなみちゃんのクラスは、私たちのクラスでだいたい6人ぐらい。男は何人ぐらい。男は何人ぐらいかな、12人ぐらい。3分の1が女の子、はい、あとは男か。はい、なるほどね。かなみちゃんはちなみにヤンキーなの。違います。全然あ、真面目なんだ。はい、なるほどな。じゃあそのヤンキーの子たちはみんな真面目に授業受けてるわけ。まあ、一応ちゃんと授業受けてるんですけど、うん、もうまあドアの鍵とか壊したりとか、うん、もういろいろ問題児でさえ。じゃあ他の周りの近隣の高校からは怖がられたりするんだ。はい、もうなんかもうなんか不良がたくさんいるよみたいな。ああ、なるほどね。はい、まあ、上等みたいな学校だね。はい、そうか。学生服あるのかな。いや、ないです。私服で。私服で来てるわけだ。はい。じゃあ、なおさらもうみんなバリバリヤンキーですみたいな。はい。特攻服で来てくる子たちとかいないの。いや、いないですね。あ、そういう子はいないんだ。はい。じゃあ、ヤンキーの子たちはどんな通学をしてるわけ。もう、こう、ヤンキーの車とか。あ、ヤン車ね。はい。あとバイクで。あ、みんなバイクね。はい。ヤンキーはさ、はい、こう例えば学校の行事とかあるじゃない、はい、そういうのってみんなやってるの、しっかり。もうなんかその時だけすごい張り切ってて、あ、もうみんな真面目に。なるほどね。はい、じゃあまず本題に入ります。かなみちゃんは、はい、なぜ勘違いをされるのか。いや、全然わかりません。なんでか、ただ普通に話してるだけなんですけど、うん、なんか一回話しただけでもうすごい勘違いされて、うん、もうさっきからさっき俺のこと見てただろうとか言われちゃうんですよ。うんうんうん、なるほどね。なるほどね。じゃ例えばさ、そういう男の子たちを、はい、なんかいいかなとかそういうふうには思ったりはしないんだ。いや、全く全然ちっともです。それはなぜ。なんかもういろんな人にナンパしてそうで、あ、はい、もう二股 OK みたいな、もう。あ、ナンパな連中が多いんだ。はい。なるほどね。ヤンキーって言ってもちょっと気合いの入った感じじゃなくて、はい、
なんかこう根性入ってない感じの連中なんだ、はい、あそれじゃ悲しいね、はい、うん、でも7人からそういう風に言われたってことは、はい、モテモテじゃない。いや、でも自分の好きな人以外にモテられてもって感じじゃないですか。あそれは自信過剰な発言だねなるほどね。ちなみにさ、はい、かなみちゃんは、はい、まあ、自分で言うと変かもしれないけど、はい、可愛い方か可愛くない方どっち？全然可愛くない方ですよ。それはじゃあ、ブサイクかブサイクじゃないかって言われたら？自分でですか？うん。正直言ってみて。ブサイクじゃないと思うか、いや、私は結構かなりのブサイクだと思うか。いや別に顔は見えないからさ、わかんないでしょ。ああ、どうでしょう。どうでしょうってなんてことは、まあ、そこそこはそこそこは持ってるぞと。ああ、かもしれません。なるほどね。なるほどね。なんでヤンキーの子たちはそもそもそういうふうに思っちゃうんだろうね。女の子に相談したこととかあるの？あります、あります。こう、友達に、うん、こうなんか、こういろいろ言ってくるんだけど、って言ったら、もうそんなこと気にしたらもうダメよ、みたいな。うん。こう、ほっときなっせとか言われるんですよ。ほっときなっせね。ほっときなっせって言われるんだ。はい。なるほどな。そうか。じゃあ逆にさ、その友達の女の子は、そういう風に告白をされたりとか、はい、逆に、お前俺のこと好きだろうとか、はい、お前さっき俺のこと見とった場合とか言われるの？いや、言われないです。私だけなんですよ。ってことは、クラスの中では、かなみちゃんは、その6人いる、他の生徒の中では、1位2位を争うほどの可愛さを持ってるってことなのかな。そうですかね。いや、そうですかねってわかんないよ。いや、全然私は、こう、周りに、こう、いる6人の中で、全然可愛い子とか普通にいるんですよ。うん。なんで私なのかなって思うんですよ。こう普通可愛い子とかから言われたら、嬉しいと思うけど、うん。なるほどね。はい。まあただヤンキーに好かれるマドンナっていうのはいるもんだからね。ああ。僕はクラスに一人はさ、なんでかわからないけどヤンキーの子たちがこよなく愛してしまう。うん。まあそういう女の子っていうのはいるもんだよ。学校に一人は。もしくはかなみちゃんが、はい、こうかなみちゃんの喋り方だったりとかが、はい、その子たちにものすごいこう気があるような喋り方をしてるとかっていうのはどうなの？いや、ないと思います。はい。まあ、そもそもね、ヤンキーの子たちっていうのは、はい、非常にナルシストが多いから、うぬぼれ系が多いからね。そうなんですか？うぬぼれ系多いね。うぬぼれ系が多いから、はい、まあ、ナンパの時でも、はい、お前、俺の車乗りとうばいみたいな。まあ、要は、こう、本当は乗りたいんだろうけど、はい、でも俺は一人がよかみたいな。あ、なんかこう俺は硬派なヤンキーだからみたいなところをアピールして、それでもついてくるんだったら乗せてやろうかなみたいなね。あ、うん、っていうのはちょっとあるのかもしれないね。はあ、うん、まあ、あのもしくは、はい、本当はナンパしたいんだけれども、はい、うん、断られたらかっこ悪い、本当は好きだとか、言いたいんだけど、断られたら格好悪いから、お前俺のこと吸いとうばい。って一応言っといて、で、もしそこで、うん、好きっていう言葉を言った時に、うん、俺もお前のこと吸いとうとよ、みたいな。っていう展開に持っていきたいんだけれども、いや、全然好きじゃないから。って言ったら、いや、お前は、俺のこと吸いとうばいみたいな。俺はもう、あの他に好きな女いるから、みたいな。あ、はい。うん。それは困る、みたいな。はい。うん、まあ、そういうなんか、九州男児系な断り方。はい。もう、どれが九州男児かわかんないけどね。
そういうのかもしれないね。すごいなんかこうちょっと視線がこうあっただけですごい隠され方するんですよ、顔とか。なんかすごい傷つくんですよ、それで。あ、なるほどね、はい、じゃあ今度から隠されたら中指立てて、はい、そ、中指立てて構えてて少し顎を上げてね、うん、てめえヤンキーだろってで必ず向こうが、はい、お前俺のこと吸いとうばいって言われたら、はい、必ず鼻にちょっと力を入れながら、はい、ああってこう中指立ててね、はいはい、うん、こう中指立てて、うん、で必ず、はい、決め台詞を、はい、うん、決め台詞をね、はい、ちょっと作ろうか、はい、うん、そうだな、何がいいかな、あ、鏡で自分の面見てから出直してこい。これいいね。それじゃあ、かなみちゃん。まず、うーから。わかった。うーから。鏡で自分の面見てから出直してこい。はい、これ、あれだね、熊本弁で言うと出直してこいって何て言うの？え、出直してこいですか？うん。いや、普通に。うん、じゃあ、はい、うん、鏡で自分の面見てから出直してこい。はい、うわ、うん。鏡で自分の面見て出直してこい。うん。それを笑わずに、はい、まあ、言えるようになったら、相手も、お、この女やるみたいなこと思うかもしれないね。そしたら本音で、はい、実は、俺はお前のこと吸いとうばいとかって言ってくるかもしれない。あ、うん。そう言われたら、だったら最初からそう言えよみたいな。仇だと思って舐めんなみたいな。そういうセリフが言えるようになったら、かなみちゃんも、はい、まあ、一発だね。うん、まあ、そんなわけで、はい、かなみちゃん、うん、この練習ね、絶対忘れないように。はい、うん、これ中指立てながら言うところがポイントだからね。はい。聞くところによると、はい、そのヤンキーの子たちは定時制高校のバドミントン全国大会に出場したらしい。はい。そうなの？はい。すごいヤンキーだね。すごいヤンキーだね。ものすごく俊敏な動きをするヤンキーなんだね。はい。もう、その時だけ。すごい張り切るんですよ。へぇ。バドミントンって実はものすごくしんどい部活だからね。はい、野球部よりもしんどいって言われてるぐらいだからね。あ、そうなんですか。そうだよ。それすごいね。はい。これは間違いなくその子たちの、これ照れ隠しだね。あ。うん。まあ、そういう風に告白されたら、はい、必ずさっきのセリフを上手に言えるように、してください。はい。頑張ってね。はい。それじゃあまた。いや、ヤンキーっていうのはね、なかなかこう自分のプライドを傷つけられたくないから、上手に言えないんだよ。